どうも霊夢です。マリサだ。ヨウムです。フランゾ。あ、最近キャラがはっきりしてないからウプ主から消されそうになってるフランさん、こんにちは。言ってることの意味がわからないんだけど、どういうことか教えてくれるかな。フランさんが消されるんですか。どうでもいいですね。実況していきましょう。ふざけんなてめえ、ぶっ殺すぞ。まあとりあえず今回使う武器はプライムシューターです。まあ使ってると楽しいなって思わせるような素晴らしい武器ですね。私はこの武器をゴッドボンバードラゴンバスターブレイカードラゴンバスターと呼びます。この武器で舐めた相手を一刀両断します。いてゴッドボンバードラ。唐突ですが霊夢さんってウプ主の弟みたいですね。あのジェットスイーパーとの近距離の打ち合いで負ける男ですか。それ絶対にスプラ打った方がいいですよ。とりあえずこのローラーを倒してからの、そう、逃げるなこの野郎。このチャンネルって英語ゆっくり実況にしたらアメリカとか海外で受けそうですよね。日本の子供たちは暴言ゆっくり実況が好きじゃないですからね。あと私のアンチ多いですしね。まだぼっちな恋愛を潰すわけにはいかないので、少しだけ関係を築いてあげます。見ててください皆さん、これが友達の作り方です。友達いない奴が言っても何の説得力もないんだが、それなとしか言いようがない。ピラメピラピラメキネーム。月猫さんからのお便り。わらび猫さん悩みがあります。スプラに発売してから何ヶ月か経つんですけど、全然 S プラスにならないんです。わらび猫さん、S プラスになる講座を教えてください。前作のスプラはやっていません。みなさん。お前講座作るのめんどくさいだけだろ。歌の途中で喋るな、クソガキども。歌もないからカットしますね。やめろ、おいやめろ。ピラメイタ。そういう時は、売りましょう。バカなこと言ってんじゃねえぞお前。代わりに私が変身してやろう。他にも数ヶ月経って S プラスいけてない人はたくさんいるから、まだまだ大丈夫だと思うぜ。まあ見るとしたらニコニコ動画から来ためちゃ強い人の動画見たりするといいと思うぜ。あとは YouTube に上がってる講座かな。ここは真面目にコメントを返信する場所ではありません。ピラメイタ解決法。もうこれうるさいから止めようか。これ本当懐かしいですよね。小学生の時めちゃくちゃ流行ってました。当時ドッジボールのやつで全員ボコボコにできるとか思い込んでた時期がありましたが、今考えれば無理ですね。ゆっくりの音符はピラメキーのみでたとか抜かしてましたよ。というかさっきの狙いがどこにもいませんね。仲良くしたいのに仲良くできない、それが普通だからな。なんかめっちゃ押されてるんですけど大丈夫ですか。これあくまでも狙いはあのぼっち狙いですから、まあまだ殺すつもりはないんですけどね。まあ霊夢君優しいね。まあ私は何度も言いますが聖母マリアですからね。グループで一番うざいって言われてるやつが聖母マリアとか舐めてんのかお前。私はあの人の護衛の周りにいる不純人物を消すのが私の仕事です。止まらないですね。いやーやっぱり私たちは仲がいいですね。今までの友達は表面上の関係だけだったのですが、これはもう本物の友情ですね。これが本物の友達の作り方ですね。なお全て表面上の絡みである。そういえば久しぶりにリスナーでプライベートマッチを開いたんですよ。強い人とも巡り合えて本当に楽しかったです。あ、そうだ、この動画の概要欄にサブアカのフレンドコードを貼っておくので登録したい方はどうぞ。やることは大体リスナーとつとかプラベとかサモラです。まあサーモン欄は開いてても気づいてくれる方はあまりいませんでしたけど、私がログインしてフレンド合流のところを見て私がプラベとか開いてたらぜひぜひ入ってくださいっていうか、前にウプ主がリスナーのプラベに突撃したら次からそのリスナー鍵かけてて笑ったんだが、ウプ主が臭い引きもいからじゃないですかね。今日のヨウムちゃんちょっと辛辣すぎませんか。そんなことはないですよ。なんで中指立ててるかがわからないんだけど、私みたいな成人はそこらにはいませんからね。ここにいるじゃないですか。ここにいますよ私が。ここに成人は一人しかいませんよ。あなたはバルタン成人、私は成人。頭大丈夫ですか。いやあなたも人のこと言えませんよ。お前ら二人とも似た者同士だから安心しろ。気づけならない発言なんですが、霊夢さん、あなたの立場はゴキブリ以下ということを忘れないでください。なんだとこの野郎、今度この実況外国で受けそうだよな。誰か婚約して転載していいですよ。てかあのリスポーンしてきた人って慣れ合いの人じゃないですか。いやーやっと仲良くなれますよ。いやーとても楽しい試合でしたね。再生数のために信頼を裏切られ殺されるという悲しい最後。霊夢って牛島くんでクズ役として出てきそうだよな。人間の黒い部分を全て抜き取ったようなやつが霊夢だからな。題名は巫女くんでしょうね。このゴキブリ以下のゲスどもが。そういえばゴキブリで思い出したんですけど、プライベートマッチ中にですね、スパッタリー持ってたんですよ。ずっとスライド移動してたら女の子にゴキブリと言われました。ついに正体を当てられましたか。いやゴキブリじゃないから、しかも女の子にだよ。セクハラ変態クソジジイの次はゴキブリか。妥当だな。もうなんか泣けてきたんですけど。それじゃあ今回は終わりますか。ご視聴ありがとうございました。